では韓国旅行に行くので荷物を詰めていきたいと思います。またこのリュックで、ミリスティのリュックで行きたいと思います。今回は2泊3日なので、とりあえずお洋服はこちらワンピースとカーディガン、この間沖縄でも着てたものなんですけど、あと下着裏キャミ2枚とパンツが2枚、靴下が2枚の2泊分の荷物を持っています。服は1日目と2日目と3日目どれかを組み合わせて1つしか買えるものができません。では詰めていきます。まず洋服から詰めて、そう、これは新しく買ったボストンバッグになる、コンパクトになるタイプのポケッタブルなボストンバッグをまた買いました。こちらも帰りのお土産用に詰めておきます。これはヘアスプレーや、今回歯ブラシなんかがついていないのというので、歯ブラシセット、あと櫛とか髪の毛のもの、また洗顔用具などが入っています。前回とちょっと変えて、お化粧品はこちら、これがヘアやあのお風呂商品をこちらにバラバラに入れることにしました。この方がかさばらなくていいかなと思って、と今回雨が降る可能性があるので、まあ、日傘になる傘を持っていきます。とこちらはジップロック的なビニール何枚か入れるために持っていきます。お土産入れたり食べ物入れる可能性があるかもしれないので、あとマスクも着ないように12枚1枚は持っていく、日焼け止め、とこちらはメイク用品、今回眉毛アートをするので、アートメイクをするので、アイブロウは家のため1本取って、あとは基礎化粧品とファンデーションとアイシャドウ、今回はこの無印の仕事の時に使っていたアイシャドウとファンデーションというかお粉が一緒になって、こちらを持ってて、あとちょっとサプリメントや薬などが入っています。これは充電器類、ここにまとめています。でサングラスの準備をしていきます。あとこれが、これはアメリカで買ってきてもらったメラトニンなんですけど、機内でできれば塗りたいのでメラトニンのチョコレートを持っていきます。こちらが今回はちょっと前回の反省点として、革のバッグだとちょっと重くなってしまうので、ラウンド型のこの流行りのバッグを買ってみました。すごく軽いし人気があるみたいで、なかなか使いやすそうなので、これで行ってみたいと思います。あとハンカチのこちら替えですね、こちらこの中に入れていきます。 iPad を持っていくかは悩んでるんですけど、なんせ今回ガイドブックを買ってないので、この中でソウルの情報を得たいので、できれば持っていきたいと思います。注意してみます。とカバンの中身はというと、これはパスポートを入れてるケースです。パスポートと日本円とドルが少し入っています。あと何かの時のためにボールペン、あとは
これは塩分補給です。これはワイヤレスイヤホンと、一応今回夜中の便なのでアイマスクとネックピロー、ちょっと荷物になるんですけど最悪捨ててもいいかなっていう勢いで持っていきます。なるべく真夜中に置いておきたいので、かなり次の日辛くなってしまうので、ハンカチと、これはお財布代わりにする準備のポーチと、そうビニール袋、エコバッグ、これはお薬など入れてるリップとか薬を入れてるいつものケースになります。薬とリップとサプリメントが少し入ってで、今何キロかを測ってみたいと思います。これ今 4.4 キロで、あとここに入っていないのも減らないのですね。エアラインを入れても5キロ以内に収まっているので、2キロ分ぐらいの重みは変えると思います。これも荷物にかかりたいので持っていきます。今回は一応今のところ余裕があるけど、パッと入れても 4.4 キロだった。